札幌市豊平区にある特別養護老人ホーム、羊が丘養護園2年前に開設されたこの施設で今、ある問題が起きている施設長と副施設長がさまざまな不正を行っていたとして施設の職員らが入る労働組合が 札幌市に調査を求めて内部告発したのだ。飲み会の名目はですね、ほとんど全てが新人職員の採用面談打ち合わせってなってるんですよ。総額で、えー、年間60万前後ぐらいでしょうかね。多い時で1月で10万出てる時があります。 飲食代を経費として計上するため、施設長らが作成したとみられる書類。打ち合わせおよび職員面接などに要した飲食代として1万2000円。場所はすすきののバー。同じくすすきのの居酒屋に1万円を支払ったという書類には、職員の採用選考に要した飲食代と書かれていた。 さらに出席者として選考対象者と施設長、副施設長のほか、女性統括主任の名前も。確認した9か月分の書類のうち、少なくとも14回、主任の名前が無断で使用されていたという。そのような飲食は一切なく、面接もすべて施設の中で行っていました。 今月19日、職員が所属する組合と施設との団体交渉が行われた施設長は発熱を理由に急遽欠席副施設長が対応した年間60万70万ぐらい引っ張ってるんですよそのことあなた知ってるでしょわからないの <laughs> 職員さんからこういう話あったことについて どう思われますか何か一言でもお伺いしたいんですがす札幌市の条例では特別養護老人ホームの施設長には常勤が義務付けられているしかし1時間ぐらいで気づいたらいなかったりとか。 ここ最近については、ほぼほぼ1週間に1回とか、こういえばいい方かなというくらい来てないです職員らが作成を試みた、施設長の勤務の記録。しかし、いつ出勤し、いつ退勤したのかわからない日が多く、記録できた日も午後2時40分からわずか40分だけというケースもあった。 また出勤せずゴルフに行っていた日もあったという明日実はちょっとゴルフ行ってくるからっていう風な発言を僕も聞いてますし施設長決済であったりとかそういったところ滞ってしまうんですよねなんでそういったところはご家族の方に後日でいいですかという返答をせざるを得なかったりですとかいろんな方にご迷惑をおかけしてたんですよね特別養護老人ホームは主に社会福祉法人が運営し 法人税や固定資産税など税制面でも大きく優遇されるいわば公的な施設だ羊ヶ丘養光園には開設時に札幌市からおよそ2億円の補助金も投入されている施設長が住むこちらのアパートの駐車場にはこのように施設の公用車が止められています職員らによると、施設長は。 老人ホームの公用車を普段から自家用車のように使っていてゴルフ場に止まっているところも確認されている今月20日の内部告発以降職場に姿を見せていない施設長に話を聞きに行くと常勤義務付けられてるということだったんですけどもどういった形でお仕事をされてるんですか これはあのお仕事に関連のあるものだったんでしょうか質問には一切答えなかったが、さり際に一言羊ヶ丘養護園では、今年5月から6月にかけ、新型コロナのクラスターが発生。 入所者と職員合わせて16人が感染し、4人の高齢者が命を落とした。あの時期のこと思い出すと、いまあ、未だに緊張が途切れないというか、またいつ来るかわからないっていう緊張感は常にありますね。新型コロナに感染し、施設内で息を引き取った伊藤中子さん。 今回の疑惑を知った遺族からは現場の人たちは本当によくしてくれました最後のお別れもできなかったですけれどもあの誠意だけはすごく伝わったんですよねだからあのニュースを見た時にえっていうのと冗談じゃないって何やってるのっていうその上の二人ですよ いい職員がいっぱい残ってたちことに感謝して、法人もやり直してくれればいいのかなと思います。感染対策を徹底し、日々介護の現場で働く職員たち。すすきので、施設長らが飲食を繰り返していたこと自体、信じがたいことだった。直接。 現場に来る方たちではないですけども、職員とは接するわけですから、そういうリスクをやっぱり上の人たちが重く受け止めてないっていうのが、ちょっとびっくりしました施設長の不在が続き、まもなく2週間が経とうとしている。 仕事に出るつもりがないのであればその権限を一時的にでも他のものにあに譲渡してとにかく業務を滞らせることをやめていただきたい混乱んんがだんだん大きくなっていくのでそのことってやっぱりあの利用者さんにも伝わっていくと思うんですよねやっぱりみんなが知りたがっていますよね本当のことを。